松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 、松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 。こんにちは、松山潤です。松潤のキュンキュンチャンネル、思い出の歌をあなたに。私が皆さんの思い出の歌をリクエストしていただいて、そして歌って聴いていただくという番組でございます。いつも見ていただいてありがとうございます。最近福岡県の筑紫野からいっぱい来てます。なんでかっていうと、福岡をもう集中的に大キャンペーンをやったんで、そのおかげだと思いますけど、皆さんが覚えていただいて、そしてハガキをいただいて、リクエストをいただいているということで、本当にキャンペーンもお世話になりましたけど、この度もまたお世話になります。ありがとうございます。早速見てみたいと思います。何速達できてる、いやまたそうだ、福岡県筑紫野、ポッキーさんからです。赤丸してダメよって言って、ポッキーってこう丸してありますけどね。はい、松潤のキュンキュンチャンネル、思い出の歌をあなたに。毎回懐かしく楽しんで聴いています。私のリクエスト曲は松島明さんの古詩です。遠距離恋愛中の私は大好きな古詩を聴き涙したものです。彼とはさよならしましたが、若き日の思い出の曲、古詩をぜひお願いします。私は松山潤さんの感情こもった歌声が大好きです。お世辞ありがとうございます。そうやって言っていただくと、ちゃんと歌わなきゃならないじゃんね。遠距離恋愛、私はそういうのないけど、もう結局やっぱりね、どうしてもさよならになってしまうんだよね。近くにいる人の方がいいからね。その後どうなったか書いてないからあれだけど、はい、ありがとうございます。その気持ちを込めて歌ってみますね。じゃあその前に、古詩がいつヒットしたかです。古詩は1961年、昭和36年のヒット曲ですね。高速道、京葉道路、全国の自動車専用道に指定されています。で、相撲でいうと大関の柏と大鵬が同時に横綱になったとあります。そしてヒット曲の方では、坂本九ちゃんの上を向いて歩こう、村田秀夫さんの王将とかってありますね。はあ、なんといっても石原裕次郎さんの銀座の恋の物語があったようです。こういう時に古詩がヒットしたんですね。ではポッキーさん、一生懸命歌いますからね、聴いてください。ありがとうございます。悲しい恋の泣き殻はそっと流そう、泣かないで。可愛いあの子よ、さよ
一人の旅の寂しさは知っていたのさ、はじめから。はぐれこばとか白樺の小杖に一羽ほろほろと泣いて涙で誰を呼ぶ。星ひとつ、またひとつ、濡れた瞳を忍ばせる。思い出すまい、嘆くまい。越えて遥かな空の果て。さあ、ポッキーさんいかがだったでしょうか。ちょっと切なくなってきましたけどね。なんとなくこう遠距離恋愛の気持ちが分かったような気もしました。ただ僕はあんまりそういう経験がなかったからあれですけど、本当にいい歌だったですね、この曲はね。だから、その時代を思い出すようにちゃんと表現できたかが分かりませんけど、ポッキーさんが気に入っていただいて、その時代に気持ちが少しでも返っていただいたらよかったかなと思います。答えられましたかね、松山純さんのって。ここに歌声が大好きですって書いてありますけど、本当に、いつもそうやって聞いていただいていることがとても嬉しいです。またお便りくださいね。ありがとうございました。松潤松潤キュンキュンキュン、松潤松潤キュンキュンキュン、キュン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 、松潤松潤キュンキュンキュン、松潤松潤キュンキュン。